続いて食水さんのあっぱれクッキングをお送りします。今回は野菜たくさんポトフ風を作ります。野菜たくさんポトフ風の材料をご紹介しましょう。キャベツ中2分の1個、大根 200g、 人参 100g、 じゃがいも中2個、玉ねぎ中2個、ウインナー8本、彩りにブロッコリーです。調味料は洋風固形スープの素2個、塩小さじ2分の1、胡椒少々です。キャベツは芯をつけたまま4等分に切ります。大根と人参は4等分に切ります。このように4等分にします。じゃがいもと玉ねぎは2分の1に切ります。はい、以上で材料終わりです。お水の中にコンソメを入れまして溶かしていきます。この中にキャベツを入れます。で、大根も入れていきます。次、玉ねぎを入れます。で、じゃがいもも入れて、最後に人参も入れます。こちらで柔らかくなるまで煮込んでいきます。あ、ごめんなさい。お野菜が十分柔らかくなりましたので、この中に、調味料でお塩を入れていきます。それと最後にウインナーと、分量にはないんですけれども、ブロッコリー、彩りのために入れていきたいと思います。これであと10分ぐらい煮ますと出来上がりますので、もうしばらく煮ていきます。野菜たくさんポトフ風の出来上がりです。エネルギー228キロカロリー、塩分 2.6g です。野菜の持つ甘みをたっぷり味わえるポトフです。煮込むだけでできるのも嬉しいですね。1日に必要な野菜の量は 350g です。本日のレシピでは1人分 200g の野菜を使用しました。湯気の立ち上がる温かいお料理は、体の免疫機能を高めたり、新陳代謝を盛んにする働きや、精神的なストレスをリラックスさせる効果があります。寒い季節、家族揃って温かいお料理をいただきましょう。それではここで材料をもう一度ご紹介しましょう。キャベツ中2分の1個、大根 200g、 人参 100g、 じゃがいも中2個、玉ねぎ中2個、ウインナー8本、そして彩りにブロッコリーです。調味料は洋風固形スープの素2個、塩小さじ2分の1、胡椒少々です。ビタミンたっぷりのあったかメニュー、とろーり煮込まれた野菜の優しい甘さが心ゆくまで楽しめますよ。寒いこの季節、ラクラクポトフで心も体も温まりませんか？お試しください。次回の放送は簡単にできる人参のリボンサラダです。お楽しみに。腰痛で悩んでいる方多いですよね。今日は四つ這い体操を紹介します。お腹周り、
腰の筋肉を少し強くして腰痛を改善していきましょう。四つ這いになります。手を肩の下について膝を腰の下に置きましょう。足の幅も少し開けておきます。息を吐きながら背中を丸めて頭を腕と腕の間に入れていきましょう。顎を引いていきます。目線はおへそです。背中を丸めていきましょう。息を吸いながら腰の下の方から背中を反らせていきます。息を吐きながら背中を丸めて腕の間に頭を入れていきましょう。ご自分の呼吸のペースに合わせて何回か行います。息を吐きながらお腹に力を入れて背中を平らにしましょう。右手を肩の前に伸ばしていきます。5つ数えましょう。1、2、3、4、5。手を変えていきます。左手を前に伸ばします。1、2、3、4、5。ゆっくり下ろしましょう。お腹の力が抜けないようにしっかりとお腹に力を入れて、今度は足を持ち上げます。右足を後ろにゆっくりと伸ばします。お尻の高さに持ち上げたら足をしっかりと伸ばしましょう。きつい方は少し膝を曲げていただいても結構です。5つ数えます。1、2、3、4、5。反対の足も行いましょう。ゆっくりと膝を伸ばして、足を誰かに引っ張られているように伸ばしていきましょう。1、2、3、4、5。動きに慣れてきた方は右手と左足を同時に上げてみます。少しバランスを取るのが難しい方は無理をせず、手だけ足だけでも結構です。お腹に力を入れて数えていきましょう。1、2、3、4、5。手足を変えます。左手と右足です。お腹に力を入れて1、2、3、4、5。はい、結構です。ゆっくりと手足を下ろしましょう。はい、四つ這い体操は少しきついかもしれませんが、できる範囲で少しずつ続けて背中をしっかりと強くしていきましょう。腰痛楽々体操は今回で終わりです。次回からは膝の痛みを和らげる体操をお送りします。